ございます。ご主人様、お嬢様、アットセブンティーンのりょんです。イエーイ。ということで、本日、ステイホーム期間ということで、なんとりょんちゃんはステイホーム期間のうちにカラコンをやめました。イエーイ。カラコンをやめてですね、裸眼の毎日を送っています。ここ2ヶ月ぐらいずっと裸眼なんですけども、このカラコンをやめてからのメイクがすごい、お嬢様からもご主人様からも好評だったので、メイクの紹介をしていきたいかなって思います。ということで、早速すっぴんになってきます。ゴー。ということで、すっぴんになりました。じゃじゃーん。まあ、なりましたといえども、さっきのオープニングは後撮りだったので、今から化粧し始めたいと思います。顔をやっていきたいと思います。目一回し、じゃじゃん、コンシーラーです。じゃじゃん。あ、これやってみたかった、ザ・センム CP チップコンシーラー1.25 ライトベージュです。セムのコンシーラーは優秀なのでね、ここの液漏れのところを私は使ってます。こうやって指で取って、これを気になるところ、ほら、もうこういうクマとかさ、気になるじゃん。これを指でこうやってポン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 って、でもこれだけでだいぶ違くない？この一度塗りだけでだいぶ違くない？その昔からね、別に夜更かしがすごいとかそういうわけじゃないんだけど、クマがすごくて、ポンポンってなじませたら、まあ薄くなった。まあこれは後からカバーします、ニュアンスで。ほら、遠目から見るとだいぶ薄くなった。こんな感じかな。コンシーラー終わりました。次、シェーディングです。輪郭を最初に作っちゃうんで、じゃじゃん、セザンヌフェイスコントロールカラー、この専用のブラシで最初ね、鼻筋、ここを作っていきます。ここのくぼみ、眉毛の最初とくぼみにグリグリって乗せて、鼻のね、この中間ぐらいまでこうやって乗せます。最初は濃くても全然大丈夫、後ぼかすから。次、ここちょっと開けて、この小鼻ぐらいから、小鼻をね、もう全部塗っちゃうので、このまま鼻先にシュッてシュッて、そう、それでこうやって指でなんとなくぼかしていきます。そう、昔わし鼻になりたくて、よくね、鼻のマッサージとかしてたけど、わし鼻って骨格だなと思って諦めました。軽くぼかして、この同じシェーディングをグリグリして、いつものここを塗りまくります。よいしょ。続きまして、じゃじゃん、キャンメイククリームハイライター02番です。これもくるくるって指で取って、鼻の頭にちょんちょんちょんってのせます。こう、はい。それでは続きまして、今輪郭がとりあえず完成したので、目の工程に取り掛かっていきます。じゃじゃん、アイシャドウ、セザンヌトーンアップアイシャドウ07番、レッドブラウン、一番明るい色をチップでこうグリグリって取って、目全体に塗っていきます。あ、鏡見ないでやろうとしちゃった。そう、こんな感じ。なんかね、鹿島さんに聞いたら、このここのさ、眉骨あるじゃん、そこの下までね塗っていいって言ってたの。私二重幅までしか塗ってなかったんだけど、ここのね、ここまで塗っていいよって言われて、すっごい衝撃を受けた。で、続きまして、真ん中をちょんちょんって取ったら、目の半分見たぐらいまで乗せます。私乗せ方に技術がないので、あまり参考にならないと思うんですけど、あ、りょんちゃんの顔ってこうやって作ってるんだなぐらいに思ってくれると嬉しいです。なんで半分までしか塗らないのっていうのは、なんかそんな記事を見た気がするっていうだけ。はい、こんな感じ。続きまして、この一番明るいやつをさっきのチップの細い方で取って、ここに縁に塗っていきます。まぶたの上にこう塗ると、赤とかでも腫れぼったく見えないよっていうのをね、なんか見た気がするんだよね。はい、そしたら続きまして、アイラインを引きます。これどこのなんだろうな、イスシャドウ調べよう。そう、読み方、エッセンスインシャドウライナーワンデータトゥーって書いてある。それの
こっちアイラインの方です。これはね、今までね黒のねアイラインしか使ってこなかったんだけど、見て茶色。それでこれワンデータトゥーのやつだから、こんだけこすってもね落ちないの。これすごくない？ほら、だからライブの時にいいかなと思って、お母さんが買っといてくれた。なんかまつげの際を塗るっていうのはすごい難しくて、喋りながら撮るってすごい難しいね。おいおい、できた。はい、そしたら次、これ大事、私のポイント、涙袋。いやー、涙袋はね大好きなの、昔から。じゃじゃん、キャラメイクライティングリキッドアイズ02番。これはいつから使ってるのっていうぐらい、3、4年前からずっと使ってる。涙袋のこれをねここに乗せます。こんぐらい適当に伸ばしたら、続きましてエチュードハウスティアーアイライナーピンク001番。これもねここら辺にこう大まかに塗っていきます。これねすごいの、なんかラメがなんていうの、オーロラみたいな、ピンクオーロラみたいな色してて、でキラキラがすごい細かいので、ここでいつもの大好きなあれです、ケイトダブルラインエキスパートロクースブラウンです。イエーイ。これをここのうんってやったところ、ここのここの影をういって描きます。よいしょ、こんぐらいかな。そしたら二重幅も同じく描いちゃいます。目尻だけを強調するようにしてます。そしたらじゃじゃん、アディクションザアイシャドウ092です。デパコスの凄さがね身に染みた。アイシャドウの何キラキラさとかノリが違くて、でも速攻お母さんに連絡しました。ほらもう画面越しでも伝わる、このキラキラめっちゃ可愛いんだけど。ナチュラルになったとはいえどもキラキラはやめられない、本当に。この手についてる残りを涙袋に塗っちゃいます。よいしょ。そしたら涙袋最後です。まだ塗るのって思ってる人いるかもしれないけど、エチュードハウスミラーホリックリキッドアイズピンクの3番です。塗るっていうより置く、ちょんちょんちょんってこんな感じかな。だいぶ目がキラキラしてきましたね。さっき登場しましたセザンヌのアイシャドウです。それにこの真ん中のやつをちょんちょんちょんって取る、このアイラインとここのところをこういう風に塗ってきます。なんかね垂れ目メイクはやめたんだけど、ここをねやっぱね塗ると丸く目が見えるから好きなんですよね。ほら目が丸くなった気がする。まだ眉毛がないから何とも言えないですよね。そうです、眉毛です。次はダイソーオートマティックアイブロウペンシル DB ダークブラウン、ダークブラウンです。前髪をね薄くしたら眉毛の重要さがねすごくて、マジ苦手、眉毛一番苦手。でも後でぼかすから、まあ、なんとなくでぼかして。なんか眉毛太くない今日、なんか今日眉毛太くない、昨日せいなわけない。シェーディングの方の粉をちょちょって取ります。なんかこのさ眉毛のさ中まで描くといっぱいこう濃くなっちゃうから、これでこうやって染めてます。こうやってぼかしながら染めてきます。はい、そしたら眉マスカラをしていきます。キスナチュラルアイブロウカラー01番。ういういうい、やばい、眉上コンシーラーするの忘れてた。まつげをやっていきたいと思います。最初に通称カブトムシビューラーでまつげを上げていきます。頑張ってまつげ上がってね。最近ねまつげ美容液を買ったんですよ、まつげを育てようと思って。まつげパーマに行けないじゃないですか、言うたら私まつげパーマ派なんですよ。自粛期間で行けないからまつげ美容液を買って、今まつげを育てようと思って。はい、まつげ上げました。そしたらオペラアイラッシュアドバンスト四国です。黒めっちゃ伸びやすい、めっちゃっていうかめっちゃ綺麗に伸びやすいっていうか、本当にこれは欠かせない。ではまつげが終わりました。で最後にもう一回バチバチって上げるんですけど、その前に、リップを塗っちゃいます。ウォーターリップロート製薬さんですね。これをこうやって塗ってきます。これね水リップってやつで、普通のスースーするやつじゃなくて
唇をねプルプルにしてくれるやつなんでめっちゃ良さげです。はい、そして続きまして、これマックの A49 って書いてある、お母さんが海外のお土産で買ってきてくれたやつ、チョコレートの匂いするやつです。何色って言うんだろうな、赤系、赤系、めっちゃ赤系なんですけど、これを軽くカカンカンカンって、私は唇のここの山をすごいはっきり描くので、ここだけはちょっと強めにやります。で、これをいい感じにまんましながらこうやってぼかして、ウィッチーズポーチブルーリップグロスです。これはね、塗るとね、なんか自分の口の色に合ったピンク色に変えてくれるみたいなパッケージに書いてあったんで買いました。はい、完成です。できました。はい、ということで今回はにょんちゃんのこの裸眼になってからの毎日メイクをやってみました。イエーイ、私も裸眼に挑戦したい、挑戦するぞって思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、アットセブンティーンのりょんでした。ありがとうございました。カラコンやめたよー。